石田です。今日は久々に開封の儀を執り行っていきたいと思います。 GE さんから新しく発売されたポータブルエコー V スキャンエアが届きましたので、早速そちらを開けていきたいと思います。はい、こちらになります。思ったよりも大きい箱できましたね。じゃあ早速開けていきたいと思います。よいしょっと。どんな風に入ってるんでしょうかね。よっ。はい。よいしょっと。こんな感じですね。おお。よいしょ。お、いっぱい入ってますね。もっとちっちゃいこんな箱に入ってくるかと思ってたんですけども。よいしょ。これは、あ、ゼリーですね。あ、ゼリーが入っていると。で、こちらは何もないです。こちらが本体になりますね。よいしょ。じゃあ本体出していきたいと思います。よいしょ。さあ。こちらですね。結構ずっしりしてます。もうちょっと拡大しちゃいましょうかね。よいしょ。こんな感じでいきましょう。で、開けていきますよ。どっから開けるのかな、これは。いやー、ドキドキですね。おっと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 、来ました。じゃじゃーん、こっち向きかな。はい、まず、テクニカル、パブリケーションズが入っていって、この中ですね、この中に本体が入ってるんですね。いいねー。あれ違う。これは何だ？あ、これはあれですね、充電器が入ってるんですね。充電器は、GE さんのものじゃなくてアンカーというメーカーの充電器が入っています。さあ、そしてこの下が本体ですね。お、厳重に、あー来たー。はい、こちらですね、はい、V スキャン CL、V スキャンエア CL というふうに書いてますね。よし、じゃあ開けていきますよ。これはここを切って、あれ切れてる、あれもう切れてる。おお、こんな感じで入ってます。いきなり開いちゃいましたけどね。これが充電用の USB のケーブル、コネクタですね。はい、 V スキャンエアこちらになります。なんで開いてたんだろう。よしと。さて、さあ、こちらですね。よいしょ。ということで、はい、V スキャンエアですね。やっぱいいですね、持った感じ。ちょっと待ってやん。よしと。電源入るのかな？電池が。よいしょ。ん？これは、まだ充電されてない形なんですね。はい。よいしょ。もっと大きくしちゃうかな。あ、大きすぎ？こんな感じですよ、皆さん。はい。ちょっとこれ最初多分充電しなきゃなんない感じだと思うので、充電してからですね、使ってみていきたいと思います。で、実際、なんだろう、パソコンとの接続もですね、やっていきたいと思います。こんな感じ。いいですね。さ、それではそこそこ本体が充電できたので、早速、これ接続をしていきたいと思います。よいしょ。こちらですね。はい。で、まずですね、この製品にはですね、モニターはついておりません。モニターは、自分自身のスマホを使う形になります。で、これを、よいしょ。ですね、V スキャンって入れると出てくるかな。入れると出てきますね。GE ワイヤレスアルトラサウンドというのが出てきますので、この、アプリケーションをダウンロードします。で、ちょっと時間がかかるんで、ちょっと重さチェックしましょうか。はい。正式にはちょっと何グラムか忘れましたけども、この手に持った時の感覚は、僕は iPhone 12 mini を使ってますけども、こちらよりはちょっと重いですね。おそらく、大型のスマホですね。iPhone だと iPhone12 Pro Max とか iPhone13 Pro Max と大体
同じ重量感になるんじゃないかなというふうに思います。さあ、アプリケーションがダウンロードできましたね。よいしょ、じゃあ開いてみましょうか。よいしょ、Bluetooth の使用を求めています。 OK ですね。あ、それから、Wi-Fi、 基本的に電波のやり取りは Wi-Fi でやるみたいなんですけども、今 Bluetooth の使用を求められたということは何らかの、通信を Bluetooth でも行っているんでしょうね。で、まずですね、登録ボタンを押してですね、この端末に対して僕のメールアドレスとパスワードを登録します。ここ個人情報なので、割愛させていただきます。で、僕は実はこのデモ製品をお借りするときに、自分のスマホを使った、タブレットを使ったので、その時にアカウント自体を持っているので、既存のアカウントからメールアドレスとパスワードを入力して接続をします。はい。そうすると、僕のアカウントが出てきました。ここで、確認を押します。はい。で、セキュリティピンを追加するかどうかですね。これはまあスキップでいいかな。よいしょ。スキップ。アプリのセキュリティが保証します。まあまあ、とりあえずいいですかね。位置情報を許可してもいいかな。はい。で、今これ、プローブを探しているという画面になりましたので、こちらの方ですね、VScan Air の電源をオンにします。このね、 LED の色とか可愛いですよね。本当なんかデザインがいい製品だなというふうに感じます。で、これ新しいプローブになりますね。新しいプローブを追加します。プローブの電源を入れ、次へを押します。そうすると、おお、ここら辺のアニメーションも可愛いですね。つながってくれるかな。お、プローブのボタンを、白く点滅している場合はプローブのボタンをもう一回押します。いえい。OK、プローブが見つかりましたということで、これで、プローブとスマホが紐付けられたということで、登録の続行か。あれ、またここで聞かれるの。ちょっとまた入力をしたいと思います。で、接続を押します。はい、確認。あれ、さっきもここに来たと思うんだけどな。うん。プローブ、アプリケーション登録済み。よし。で、これでいよいよスキャンの開始になるわけですね。Wi-Fi ネットワークに接続します。いいですか？いいですよ。この Wi-Fi ですね。さあ、初回なんで結構多分時間かかってると思うんですけども、プローブを起動しているという。バッテリー大丈夫かな。あんまり充電してないんですよね。もう早くこう、この動画撮りたくて。OK、VScan がローカルネットワーク上のデバイスの検索及び接続を求めています。OK。プローブの更新が必要です。というわけで、ソフトウェアアップデートをしなきゃならないですね。はい。これもちょっとじゃあやって、まあ根気よく。3分から5分かかるみたいなんで、ちょっと根気よく待ちたいと思います。お、もう終わってるみたいですね。色が変わってます。で、接続をします。さあ、来ましたか？あれ？ OK。接続できません。なぜ？さっき白の点滅だったのが、白が点灯してるんで行きそうです。あ、プローブを初期化っていうのが出てきましたね。いやー。あ、来た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 。来ましたね。さあ、プローブから少し、音がします。このですね、VScan Air ですね、最初つないだときは、ですね、コンベックスがデフォルトになっているようです。これは後でもしかしたらいじれるかもしれないので、いじってみたいと思いますが、リニアに変えて、どうしようかな。金骨格系にしましょうか。あ、これコンベックスの金骨格系だな。リニアは下ですね。下の、金骨格系にしましょうか。すると、もうこれで動くのかな。ちょっと深度、僕4センチぐらいが好きなので、3.5、4。4センチにしたいと思います。これちなみにですね、確かですね、
縦モードにも対応しているので、この iPad をよいしょ縦にするとこんな風に縦モードになります。縦モードの方がなんか画面でかいような気がしますけど、まあちょっと今日は横モードでやっていきますよ。はい、ということでちょっとだけ見てみたいと思います。よでも今左上の充電マークが半分ぐらいになってますが、早いですね。多分20分ぐらいしか充電してないと思うんだけどな。でもデモ製品を使った時にも同じ印象を感じましたけども、結構、早いんじゃないかなというふうに思います。よっと、こんな感じで、当てていきましょうか。これはどうなってるか、僕が左右判定してやりにくいですね。どうすればいいんだ、外側側をん、こう当てると反対の方がいいのか、こう見た方が皆様からはこう見えるのかな。左が内側で右が外側ですね。はい、こんな風に見えてます。結構ね綺麗に見えるんですよね。じゃあちょっとワンシンケースを探していきましょうか。よいしょ、こんな風にして、あーね、結構くっきり見えますね。5番、6番は完璧ですね。はい。7番どうかな?よいしょっと。お、ちょっとディレイが出た。これが?よいしょ、わかりづらいぞ。これが7番の僕の後継説ですかね。5番、6番。7番が。お、フリーズしましたね。これはですね、多分このボタンが押ささるとフリーズになるのかな。あ、違う。あれ、なんでフリーズしちゃったんだろう。よいしょ。まあ、もう一回やってみましょう。よいしょ。5番、6番ですね。7番の後継説が多分これになると思うんですか。これですね。こっから7番が出てくる。うん、これですね、7番。あ、今、見えてますね、綺麗にね。はい、5番、6番、7番、8番ってことで。VA どっかなってことで、ドップラーちょっと当ててみますか。ドップラーを、よいしょと。なかなか操作しながら難しいですね。ここら辺にあると思うんですけど、ね。おー、ありますね。ちょっとどれが VA なのか、これでわかりませんけども。ドップラーのノリが結構いいですね。はい。これは秀逸。ね。まあ、このぐらいしっかり見えれば、この各腕神経層ですね、それぞれブロック、各形神経か、それぞれブロックしていくことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、今日は、G さんのポータブルエコー V スキャンエア CE だっけな、CL だったかな。新しい、まあ、といっても去年発売された、機種みたいなんですけども、こちらの開封の儀を行ってきました。次回以降ですね、またこう、画像の見え方とか、臨床での実際の使用方法とか、前にも動画で上げたんですけど、またちょっとなんか新しい、感じの動画が撮れたら、皆さんにお届けしたいと思います。はい。最後までご覧いただき、ありがとうございました。